ぐらい次もスタートしていいよ。はい、どんどん行こう、どんどん行こう。ごめんよ。わざと。これはスピード上げていいんですか？スピード上げていいんですか？あれ？なんかいない、いないよ。いないいないわ。じゃあスピード上げていこうか。ゆっくりワブできるようだね。でもはい、スピード上げていって。何おる？ほらほら、ぶつからない道どこかな。はい、じゃあ次逆回りね。こっからスタートしたら右側に移動するから、ってことはこの右のここのマーカーね、ここのマーカー曲がればぶつからないはずね。 OK。 はい、じゃあ行きましょう。はい、スタート。右で曲がる。どうよ、だから出ろ。そこ通ったさ、当たるよ。考えて考えて。曲がった後も次の人に邪魔ならない道どこかな。そうそう、ここね、ぶつかんないしてよ。右か。右に曲がるだけだよ。曲がる時も膨らんで大きくなっちゃった次のスタートの人ぶつかるからね。そっちを気をつけて。そこ、そこ、流星、そこね、そこね。ぶつかんないですよ。はい、じゃあ次はマーカーの黄色から黄色に移動、赤から赤に移動。OK、 大丈夫ね。で、ぶつかんないように入ってくる人の状況を見ながら、別に危ないと思ったら止まって待ってから入ってもいいからね。はい、行こう。はい、スタート。反対側に移動するだけね。まっすぐまっすぐ抜けるだけだよ。ちょっと行っていいよ。前の来た人はゴールしたら次スタートして、前から来てなくて横からも来るよ。4人が同時で動いてるからね、今4人は同時だよ。うわ、危ない危ない危ない。顔上げる。横から来る人もちょっとチラッて確認してね。危ないよ、危ない危ない。急にスピード上げたりしたらぶつかるからな。ちゃんとマーカーとマーカーからあれだと思う。ほらほらほら、今リュウセがびっくりしたよ、急に来たから。ドリブルしながらも横から前から来る人重ならないように、お互いのドリブルのコースしっかり、ね、見極めて。あー、マーカーも、もちろんマーカーもぶつかんないでよ。ほら、ブラックない、ブラックない、これほら。顔上げてよ。周りに避けてもらうんじゃなくて、みんな自分で避けてよ。すごい、今日いいね、いいスピード。早くやってぶつからないのが一番いいんだよ。そこを目指す、目指そうね。そうそうそう、いいよいいよ、今のいい判断ね。これちょっと早いスピードだってよ。あー、いいね、グッドグッド。あー、いいね。 OK、よく避けた、よく避けた。顔上げてね、ここからも来る。 OK、 あー、これできるじゃないか。そう言うと OK、OK、 そこも、そこも抜けた後もね、次のスタートの人入ってくるからね、そこもぶつかんないように。うわ、オッケー、早いね。パス、トラップね。この中から通して、パスを出したらこの人中通らないで、もう次左側に行く人並んで、こっちはこっちね。オッケー、出したら自分の左側に並ぶだけ。オッケー、で、ボルトボールぶつけないこと、これ条件ね。オッケー、大丈夫かな。必ずマーカーとマーカーの間通すこと。まあ、そんな狭くしてないから多分ぶつけないと思うけど、よく見ながら行くよ。パス出したら左側に並ぶね。はい、こう、はい、スタート。出したら左に並ぶ。あ、危ない危ない、左左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 左ストップね。ツータッチでやりましょう。ツータッチ、ツー
ッチっていうのは、両ハイポジションだ、出して。これで1ね。で、ここで2ね。ということは、トラップとしたら、もう次蹴ることしかできません。なので、パス来た時に、深くこうやって止めてしまうと、ここで使っちゃったら次蹴る時どうする？下がるしかなくなっちゃうよね。もう試合中こんな動きすることは基本ないよ。なので、止める時に、前で止めたら蹴れる。なので、今ね、あの、まあ、言うとタッチって多くなるの分かってる。で、止めた時にこうやって、ここに置かない。こうなった時点でもう、もう何もできなくなっちゃう。これ試合でも一緒。いろんなことできるようにトラップしてほしいから、はい、ごめんね、もう一回出して。これを、前で止めれば、すぐ蹴れる。蹴りにくい場所に置いちゃったら、絶対パスミス起きやすくなるからな。試合中も一緒だよ、それは。まあ、流星いい、流星今の判断はいいよ。いなかったんだからな、止めていいよ。ゼロ。はい、ちょっとじゃあ一回給水。はい、休憩。